はい、今回ご紹介するのは、弊社オリジナル国産キワヤのサンプル品、試作品ですね。KPC-1M のサテンフィニッシュモデルですね。をご紹介させていただきます。一応こちらが、サンプル品として、うちが作ったマフガニーモデルの KPC-1M なんですが、表面の塗装がですね、艶消しの仕上げになってるんですね。現行のモデルはですね、ツヤツヤの光沢のあるグロスフィニッシュなんですけれども、木の目地が目止めされていないですね、オープンポアのフィニッシュになっておりますね。非常にこう木の質感を感じられるモデルにもなっておりますが、一応こちらの試作品ではあるので、こちら1点のみになるんですけれども、なかなかマホガニーのウッド感があふれるですね、モデルに仕上がってはおりますね。仕様に関してはですね、 KPC-1M と、塗装の違いだけではあるので、ほぼ同じになるんですが、こちらはマホガニーの単板のコンサートモデルになっておりますね。なかなかコンサートモデルなので、本当あらゆるユーザーに使いやすいサイズかなとも思いますね。KPC-1M 自体が先日の 5M のご紹介でもしたように、めちゃくちゃ人気のモデルではありますので、1本限定というところで、なかなかおすすめなモデルですね。マホガニーの中でも結構明るい色かなとは思いますけれども、木の質感を感じられる、なかなかいいモデルかなと思いますね。で、エンドピンが最初からついておりますね。シルバーのピンがついておりますね。キワヤのロゴが入っておりまして、ペグは5等製のギアペグですね。ネックもマホガニー材なんですが、ネックもですね、艶消しのサテンフィニッシュの仕上げになっておりますね。なので、結構人によっては結構、グロスの仕上げだと握った時に結構引っかかるっていう方結構いらっしゃるかもしれないですけど、サテンの仕上げなんで、さらっと結構こうスムーズな移動ができるっていうところもなかなかいいかなと思いますね。シバントブリッジはローズウッドの仕様ですね。これはもう完全に KPC-1M の艶消しバージョンっていうところではありますね。こっちが現行の KPC-1M ですね。ツヤツヤのボディですね。に対してのこっちがサテンフィニッシュのプロトタイプですね。もうツヤありかなしかって感じですけど、ただこちらは本当にこの1本だけなので、サテンの仕上げが好きだなっていう方にはおすすめですね。ネックのツヤ感も異なりますね。非常に国産キワヤのコンサートモデルらしいというか、はっきりとしっかりとした深みのあるサウンドっていうのが特徴ですね。なんといっても本当にパワフルな響きが特徴ですよね。この大きめのフレットを採用しているので、こう非常にこう抑えやすくて弾きやすい、それでいてパワフルなサウンドとですね、このちょっとこう哀愁ある、またコアロハとかとはまた違った深みのあるこう音量感っていうのをこう放ってくれるので、なかなかいいモデルかなと思いますね。あとは塗装の有無で音が変わるのかってこう聞かれるお客様は結構いらっしゃいますけど、正直ギターぐらいの大きさにならないとあんま変わらないかなっていうのは、個人的な意見ではありますけれども、人によって感じ方はもちろん違うと思いますけど、大きい部分だとやっぱり材質と作りですね、からこう来る音の違いはやっぱあるかなと思うので、表面のツヤとかは、大きい部分は本当に外観の好みかなっていうところは個人的には思いますね。現行品のさっきのツヤありのモデルも非常におすすめですけど、あえてこのサテンのフィニッシュのやつ欲しいなっていう方はですね、ぜひぜひご検討いただければと思います。